ズーミンこと吉住ゆりです。今日の家トレはベアーズウォークという、トレーニングになります。昨日のダウンドッグ、このポーズからスタートします。しっかりとまずは、かかとに重心をかけながらお尻を後ろに突き出すような感じで、まずは、足の裏側、ふくらはぎとハムストリングスをストレッチします。で、そこから順番に、前に歩いていきます。で、また後ろに歩いていきます。で、また前に歩いていきます。で、手と足は、左右交互に同時に出したり、手と足と少しずつずらして歩いたり、で、同じ方の手と足を出して歩いたり、3つのバリエーションでやってみてください。はい、では今日の家トレはこれで終わりです。皆さんも四つ這いになって歩いてみてください。